チャカイコサウルスは、噴部の長いトゥンノサウルス類の魚流である。アルゼンチンのパタゴニア北部から知られる。チャカイコサウルスは、模式標本モーズ5803のみから知られ、それは、部分的な頭骨とほぼ完全な前びレを持つ、つながった断片的な骨格である。約1億7160万年前から1億7000万年前に該当する、ジュラ紀中期バトに、暗記初期にあたる、 駆除草ンロスモレス草のエミリア・ジブリー・アミノイド、ゾーンの茶会子する地域から化石は収集された。ニュケイン大石盆地のザッパラシ近郊にて発見された。同地域で発見されたモレサウルスと共に、茶会コサウルスは、アレニアンキからバトニアンキの間に由来する唯一の特徴的な魚流の標本である。フェルナンデスは、当初の記載において、茶会コサウルスを適切なトガに割り当てておらず、 ミッシュとマツキの2000年の論文及びミッシュの2010年の論文では進化したステノプテリギウス科の魚流とみなされた。しかしながら、後の系統解析によりチャカイコサウルスはステノプテリギウス科とフタルモサウルス科の外に配置される基本的な魚流であることがわかっている。下のクラドグラムはフィッシャーらの2013年の論文に基づく。 チャカイコサウルスは1994年にマルタ・エス・フェルナンデスにより命名され、模式種はチャケーキサウルス・キリーである。俗名は模式標本が収集されたチャカイコする地域の名前とギリシャ語でトカゲを意味するソロスに由来する。ありがとうございます。